孔樹寺は、愛媛県西条市小松町にある新言集計の、単立寺委員。天王山、観音院とゴース。本尊は十一面観世音菩薩。四国八十八箇所令場の第六十二番札所。観音菩薩石像、聖武天皇の直願によって、天平年間、大国主大臣の信託により、大国主大臣ら三神を、白壺の里に放祭したという。 その際、同時によって、その崩落所として、傍らに混流され今後を宝寺と名付けられた。大同年間空海が登流し、光明古后を模写した十一面世音菩薩像を、刻んで本尊とし、またこの頃国史だったお知氏の夫人が南山で、空海に記念を頼み、空海は、境内の玉の井の水を加持し、お知夫人に与えたところ、夫人は、 玉のような男子を無事出産した。これにちなみ、寺名を宝寿寺に改め、本尊は安山の観音として、信仰を集めるようになった。1585年、橋場秀吉による四国攻めで荒廃した。1636年幾殿承人によって、当時だけ新屋敷の現在地付近に移されて、再興されたので、巡廃者は、白壺の神社に札を納めた後、 当時で農協を行うこととなったが、その後の1679年藩主の命により、洪水を避けるために今度は神社が当時の横に移転された。その後に残っている農協帳によると、農協は本村名ではなく、伊予国一宮大名神別東田から久し寺と書かれていた。明治初期の廃仏希釈によって当時は神社と分離され、 廃寺となったが、大石隆ペン商人によって1877年に神社の南隣に移し再興され、1921年には予算線鉄道工事に伴い、さらに南側の現在地に移転した。2015年3月に四国八十八所巡りの寺院で作る四国八十八所霊場会は、宝珠寺の住職に対して、 同会の運営要領を遵守すること及び未払いの会費の支払いを求めて民事提訴した。訴状では、法珠寺側が参拝者への暴言などで変路巡礼を妨害したと霊場会が主張する一方、法珠寺側は妨害行為はなく大会しているため運営要領を遵守する必要はないと主張していた。 2017年3月22日に、高松地方裁判所丸亀支部において、霊場会の請求は棄却され、宝寿寺の霊場会からの大会が認める判決となった。同年3月30日に、霊場会が構想を断念して判決が確定した。農協時間は判決確定後しばらくは、農協時間が8時から12時、13時から17時、農協料。 白黒、見影料量の負担となっていたが、2018年6月1日から、農協時間は8時から17時で、白黒見影は、農協庁と農協軸へ農協した場合は、従来通理無償での、授与であった。ただし、カラー見影は、霊場界のものではなく、従来の白黒、見影を黄色で着色して印刷した、オリジナルのカラー見であり、農協は、 農協帳600円。掛け軸、800円。白衣、300円だが、農協をしない場合は配管料として、300円の、徴収であった。なお、霊場会は、宝珠寺が大会して、秋番になった62番札所について、農協や、主因の拒否を防ぐことを目的として、61番札所の、公園寺の駐車場に、 62番礼拝所として農協所を設置していた。2019年12月1日より、法寿寺のすべての運営を86番札所のシドデラが当面の間の仮措置として引き継ぐことになり、改めて礼状会に再加入した。それに伴って礼状会は同年12月15日をもって62番礼拝所を閉鎖した。これにより、 霊場会に再加入後の参拝時間や農協料は他の札所と同様になり駐車料金は無料となった。東側から境内に入ると右手に長寿社、稲荷社、大志堂がその先に本堂が立っている。農協所は正面奥にありその背後は元本堂。橋本徹場四国遍路期市運送出版部西村望 四国遍路八十八箇所令場巡り特馬書店、巡るめく、四国公式観光ガイド渡辺商工お大師様、青山書院改訂審判八百二十五年順配の記録を参照。橋本通馬、四国遍路騎士運送出版部、西村望む、四国遍路八十八箇所令場巡り特馬書店、AB 判決文平成二十九年三月二十二日。 判決言い渡し。平成27年第34号妨害予防等、請求事件判決文、霊場会 VS62 番札書、変路ルールで、対立訴訟。読売新聞。四国霊場会の請求を、企画変路妨害訴訟。産経新聞。 https://www.sankei.com/.west/.news/.170322/.wst1703220032-n1.html2020 年6月7日閲覧お変路訴訟、62番札所の脱退認める、霊場会の請求企画。朝日新聞。https。 w w w a s a h i c o m アーティクルズアスク 393GX6K3 QPLXB006 HTML 2020年6月7日閲覧霊場会控訴せず62番霊廃所別に設置へ香川2017年3月30日毎日新聞社四国お変路88霊場に異変62番画面が2つになる 女性自身。2018年11月18日閲覧。四国88箇所62番札所。霊場会に加入復帰2019年12月11日中外。日本ウェイバックマシン。和幸宮から川を渡って、一本松村を過ぎて新屋敷というところにあると、清自然の四国遍路。日記1653年を解説した、江戸初期の遍路。 柴谷総市区長の287ページに、記されている五来十、四国遍路の寺、上160ページより、その3箇所は、下、一宮大俗神社と土佐一宮港、鴨大明神と田村大明神各県4箇所の、国分寺が札所として選ばれているのと同様に、各県4箇所の一宮も選ばれている県名、清自然、新年、サビ本。 四国典黎明書図へのいずれも、別宮以外の4箇所は、一宮と表現されているが、別宮だけは、三島宮などの表現で、一宮と表現している書物はない。ありがとうございます。